どうも、クーガヨシーのクーガです。いつもクーガヨシーをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは。はい、ということで今回の動画は J2 リーグ熾烈な昇格争い残り4節ということで、昇格争いをしているチームを紹介していきたいなと思っております。今回紹介するチームは町田ゼルビア、清水エスパルス、東京ヴェルディ、ジェフユナイテッド千葉、ビファーレン長崎、こちらの5つのチームを紹介していきたいなと思っております。そして現在クーガ FC ではチャンネル登録者数400人を目指して頑張って活動の方をしております。この動画が少しでも良かったと思った方はチャンネル登録と高評価、ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。町田ゼルビア、現在勝ち点72、 J2 リーグ1位でございます。前節はヴァンフォーレ甲府と対戦いたしました。試合は序盤から町田が流れを握る展開、後方からのロングボールをミッチェル・デューク選手、藤尾選手が収め、決定機を何度も作ります。しかし隙を突かれて甲府に先制点を許してしまいます。それでも攻撃の手を緩めず、得意の形と宇野選手の J リーグ初ゴールで前半のうちに逆転し、2対1で試合を折り返します。それからスコアが動いたのは試合終盤、甲府の積極的な交代がはまり、途中出場の2人にゴールを許し、ビハインドを追います。そんな中でも宇野選手の劇的なゴールで追いつくことに成功し、激闘を引き分けに持ち込みました。1試合2勝かということで、残り5試合ございます。5試合全て全勝いたしますと、町田の今シーズン最高勝ち点は87ポイントと、現在2位清水との勝ち点差は5ポイントということで、残すとこの5試合勝ち点を積み上げていくことによって、J2 リーグの頂の景色が見えるとこまで来てますので、2位以下のチームに勝ち点差を広げるのか、残りの試合注目でございます。次節はアウェイで12位の秋田と対戦いたします。続きまして清水エスパルス、現在勝ち点67、 J2 リーグ2位でございます。前節はジュビロ磐田と対戦いたしました。勝ち点差1で迎えた3位清水と2位磐田の直接対決、静岡ダービーは序盤から互いに譲らず一進一退の展開。清水はセットプレーから、磐田は縦に速い攻撃からそれぞれチャンスを作る中、前半41分に乾選手のゴールで清水が先制に成功、リードしてハーフタイムを迎えます。後半の途中から清水が最終ラインを3枚に変更、これが功を奏し、磐田の攻撃を封じて試合を進めます。終盤には磐田の猛攻を受けますが、体を張った守備で粘り強く対応し、ゴールを割らせず試合終了。6ポイントゲームを制した清水が再び2位に浮上いたしました。首位町田との勝ち点差は5ポイント、残り4試合全て全勝で、清水の今シーズン最高勝ち点は79ポイントということで、まだまだ諦めることがなければ J2 の頂の景色を見れる立ち位置にいますので、残り4試合全て決勝戦のつもりで戦えば J2 の優勝、そして自動昇格も現実的ではないのかなと思っております。3位ヴェルディとの勝ち点差は2ポイントということで、やはり勝てばでかい、負ければ大きく順位を下げてしまうということになりかねませんので、残すとこの4試合、この熾烈な昇格争い非常に楽しみでございます。次節はアウェイで17位のいわき FC と対戦いたします。続きまして東京ヴェルディ、現在勝ち点65、 J2 リーグ3位でございます。前節は大分トリニータと対戦いたしました。ホームの東京ヴェルディは自陣からテンポよくパスをつないで攻撃を展開します。すると前半16分に稲見選手の豪快なゴールで幸先よく先制に成功。その直後、相手に退場者が出て数的優位な状況で試合を進め、リードして前半を終えます。後半追加点が欲しいヴェルディは中を固めます。大分に対して外側から打開を図ろうとしますが、大分の集中した守備を前にチャンスは作れず、2点目は奪えなかったですが、最後まで集中を切らさず前半の1点を守り抜くことに成功。得点力に課題は残るものの、昇格に向けて大きな勝ち点差を獲得いたしました。自動昇格圏内に清水との勝ち点差は2ポイント、残り4試合全て全勝で東京ヴェルディの
今シーズン最高勝ち点は77ポイントということで、こちらの東京ヴェルディも自動昇格権、そして J2 の頂きという景色も夢ではないと思いますので、残り4試合、どれだけ勝ち点3を積み重ねることができるのか注目でございます。4位岩田の勝ち点差は0、同勝ち点でございます。得失点差1、そう、つまりこの自動昇格圏内、勝ち点も大事になってくるんですが、それと張るぐらい得失点差、いかに得点を取れるか、いかに失点を最小限に抑えるか、この得失点差が重要になってきますので、目指すはクリーンシートで勝ち点3を獲得すること、これが非常に大事になってくるのかなと思っております。次節はホームで5位の千葉と対戦いたします。こちらも上位対決となっていますので、6ポイントゲームでございます。勝てばでかい、負けてもでかい試合になっておりますので、注目な一戦でございます。続きまして、ジェフユナイテッド千葉。現在勝ち点61、J2 リーグ5位でございます。前節は水戸ホーリーホックと対戦いたしました。ホームの千葉はディフェンスラインの裏を狙った攻撃を仕掛けるも、得点を奪えず、水戸に先制点を許してしまいます。それでも直後に相手の退場によって数的有利となり、その後は高い位置でボールを保持し、徐々にリズムをつかむと、田中選手が J 初ゴールを決めて同点とし、試合を折り返します。後半も前半と同様、背後を狙った攻撃で主導権を握ります。相手陣でプレーを進めてチャンスを作るも、水戸の堅い守備を前にネットを揺らせず試合終了。勝ち点1を分け合う結果となり、千葉の連勝は7でストップいたしました。自動昇格圏内2位清水との勝ち点差は6ポイント、残り4試合すべて全勝いたしますと、千葉の今シーズン最高勝ち点は73ポイントということで、 J2 リーグ優勝というのは厳しいかもしれませんが、自動昇格圏2位まだまだ狙えると思いますので、最後まで諦めることなく残りの4試合どういった戦いをするのか非常に注目でございます。6位長崎との勝ち点差は3ポイントということで、プレーオフ圏内との勝ち点差も詰まっておりますので、やはり勝ち点3を取ることが非常に重要になっております。次節はアウェイで3位の東京ヴェルディと直接上位対決ということで、ここを勝てば本当に6ポイントゲーム、先ほども言いましたが、勝てばでかい、負けてもでかい、注目の一戦となってますので、ここの直接対決要注目でございます。続きましてビファーレン長崎。現在勝ち点58、 J2 リーグ6位でございます。前節は藤枝と対戦いたしました。昇格争いに生き残るためにも勝ち点3が欲しい長崎は、序盤から積極的に攻撃を仕掛けます。ボールを左右に動かして相手を揺さぶり、中央をうまく使うと、出場停止明けの中村選手のゴールで幸先よく先制に成功。さらに前半終了間際には追加点を奪い、いい流れで試合を折り返します。後半は立ち上がりこそギアを上げてきた藤枝に苦戦しますが、コーナーキックからゴールを上げてリードを拡大。その後はカウンターを軸にチャンスを作り、最終的に大量5得点で快勝で飾りました。自動昇格圏内2位清水との勝ち点差は9ポイント。残り4試合全て全勝いたしますと、長崎の今シーズン最高勝ち点は70ポイントということで、J2 リーグ優勝することはもう不可能ではございますが、ただ自動昇格圏内への希望というのはまだ残っております。そしてプレーオフ圏内、少しでも上の順位に立って、なるべくホームで優位な条件に持っていけれるよう、残りの4試合、全力で長崎も戦ってくると思いますので、要注目でございます。7位甲府との勝ち点差も1ポイント。そして次節、こちらの7位甲府と直接対決ということで、こちらの長崎と甲府の試合も6ポイントゲームとなっております。勝てばでかい、負けてもでかい、そんな試合となっております。プレーオフ圏内から脱落してしまうのか、昇格争いに生き残るためにも下のチームとの勝ち点差を広げてくるのか、本当に最後までどうなるかわからない注目の一戦でございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。 J2 リーグ残すとこ4節、熾烈な昇格争いでございます。やはり勝ち点差が詰まってるだけに、勝てばでかい、負けてもでかい、そういった混戦の状況となっております。最後の最後までどこが優勝するのか、どこのチームが来シーズン J1 でプレーするのか、全く想像のつかない、
J2 リーグとなっております。ということでクーガー FC では、今盛り上がっているこの J2 リーグ、そしてサッカーが大好きな人、 J リーグが大好きな人と、もっともっと共有したいと思っておりますので、皆さんぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。残すとこの試合、昇格争いをしているチームの現状を動画で投稿していきたいと思っております。どこのチームが昇格するであろう、皆さんの予想であったり、皆さんの意見であったり、何でもいいのでどしどしコメントください。すべて返信返させていただきたいと思います。皆さんと共に日本のサッカー J リーグ、もっともっと盛り上げていきたいなと思っております。そして皆さんともっともっと共有していきたいなと思っております。ということで、長くはなりましたが、今回のクーガー FC の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のクーガー FC の動画かスタジアムでお会いしましょう。さよなら。